冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、えー、今日はですね、あのー、ちょっと冷却塔のですね、えー、清掃について、えー、ちょっとお話ししたいことがありまして、あのー、まあ、先日ですね、あのー、まあ、とあるあの、冷却塔のメーカーさんの、まあ、かなり上の方の、 まあ言うならばトッ,プトップに近いようなですね、えー、方が、えー、お見えになられてちょっといろいろ冷却塔についてですねお話をこうさせてもらったんですけど、えー、と私ずっとこう疑問に思っていることがありまして、えー、私たち結構ですね、まあ、冷却塔の清掃をいろ、まあ、んな設備にくっついているその冷却塔をですね、えー、清掃してるんですけど。 あの新規でですね冷却塔の清掃の依頼っていうのが実はすごくこう少なくてその原因は何なのかっていうのをちょっとやっぱ知りたくてですねっていうかそもそもですねうちだけにその依頼が来てないのかそれともその、えー 何か別の理由があるのかですねちょっと知りたくて、まあ、冷却糖メーカーさんと話す機会がありましたんでちょっとお伺いをしたらですねあのやっぱりこう清掃っていうのはどこもこうほとんどされてないっていうのがこう実情らしくて大体いい、まあ、10年とか20年経って、えー、充填剤ごと交換されるのかですね、えー、もしくは 冷却等をもう更新されるという話がですね、やっぱりこう圧倒的に多いということでした。で、えっ、ー、と、まあ、清掃をすることによってですね、あのまあ、得られるメリットは、やはり、あの、設備トラブルがまず減ります。で、それと、あの、えっ、ー、と、更新する頻度がですね、すごくこう長くなるというところが、やっぱりこうメリットかなと。はい。で、えっ、ー、と、 じゃあ、その冷却灯ってこう清掃をせずに使用することができるのかというとですね、実はそうではなくて、えー、やっぱりこう冷却灯ってこう外側からかあの泥をですね、えー、空気中にこう舞,舞っている塵とかほこり泥、えー、こういったものをどんどん吸ってきますんで、えー、冷却灯の中にこう汚泥が堆積するんですね。 で結果的にそれがあいろんな配管を詰まる原因になったり、えー、設備の方に流れて、えー、設備に途中で、えー、詰まってしまったと、えー、そういったことがですねトラブルとして、えー、起こります、えー、なので、えー、大体トラブルが起きた時にですねこうお客さん自身がこう清掃されてるのかなっていうのがですねこう私たちの印象ですでまあ充填剤までは清掃しないけど冷却塔の中の方の清掃はですね 頻繁にされてるっていうのが、まあ、私たちのこう思っているところかなというところで,す、はいでえーまあ、なので、えー、と当社ではです、ね、あのこの冷却塔の清掃に関しては充填剤を洗ってほしいというお客さんは充填剤を洗うしです、ね、あの中,中の方だけ、えー、下に溜まったおでだけをこう取り除いて、えー、清掃してほしい。 というようなですね、ご要望にもお答えしておりますので、ぜひ冷却と清掃のですね、ご依頼がございましたらお問い合わせいただければと思います。はい、今日はなんかちょっと雑談みたいな感じになっちゃいましたけど、たまにはこういうお話もですね、した方がいいのかなと思いまして、今日はあの動画にしてみました。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。